錦鯉発祥の地、小千谷。街で聞きました第5位は、小千谷市の地元熱愛グルメっていうのを聞いてまして、炊きパン、炊きパン、炊きパンって言ってるの、炊きのパン屋さんっていう人気の商品ってありますかね。サンドパン、めっちゃ美味しいですよ。炊きパンの愛称で親しまれているベーカリー滝沢。およそ100年前、大正11年創業。お店だけでなく学校でのパンの販売もあり、多くの市民に愛されています。お店の棚を覗くと、コーンがたっぷり入ったものやフルーツを使ったパンなど40種類ほどが並びます。自家製のバタークリームをたっぷりと塗った一番人気のサンドパン。そしてユニークな名物がこの揚げパン。中に入っているのはなんとポテトサラダなんです。先代の思いつきでポテトサラダを入れてみたら、意外なロングセラーになったそうです。第4位はお祭りになると並ぶごちそうがランクイン。そのグルメは本町商店街にあるスーパーで見つけました。お惣菜コーナー、おじやマダムたちがこぞってあるおかずに手を伸ばしています。何のおかずですか。煮魚の棒だらって。むむ、棒だらですか。たらを干してそれを乾燥させたのをまた戻して煮たの、それが棒だらっていう。江戸時代から食べられている郷土食、棒だらに。スーパーではだらめを使った特製のタレで2日間じっくり煮込むんです。手間暇かかる一品。ご覧ください、甘辛いタレが中までしっかり染み込んでいます。市内にある日光神社のお祭りは通称棒だら祭りと呼ばれたり、お祭りになればお家で出される料理なんだそうです。おばあちゃんがよくお盆に作ってすごく美味しかったですね。第4位はお祭りで食べる美味、棒だら煮がランクイン。第3位は小千谷風船一揆のようにカラフルなスイーツが登場。丸鶏探検部が市内を歩いていると、何やら賑やかな声が。高校生たちがお店に集まっていますね。看板にはたこ焼きとクレープ、星のやと書かれた文字が。お友達同士の高校生たちに聞いてみました。何を召し上がったんですか。クレープです。そう、高校生たちが食べていたのは小千谷で人気のクレープ。150種類以上のバリエーションがあるそうです。マンゴーがゴロゴロ入ったマンゴークレープや、リンゴ、キウイ、イチゴが入ったクレープ。そして人気のメニューが、今が旬のシャインマスカット、バナナ、そしてイチゴ。さらにその上にシャインマスカットを5粒も贅沢に乗せたクレープ。どうですか、美味しそうでしょう。どれも果物が贅沢に入っていますよね。果物が新鮮ですよね。もともと果物屋さんなんですよ。星の屋は明治38年創業の老舗の果物屋さん。なぜ果物屋さんがクレープを作っているんでしょうか。きっかけは、小千谷市にも大きな被害を与えた16年前の中越地震。町の復旧が進む中、ファイト小千谷と看板を掲げクレープ屋さんを開きました。心でもお腹でも市民を勇気づけようとしたんです。クレープの5番と6番です。ありがとうございました。今では幅広い世代に愛される名物スイーツになりました。第3位は
ファイトおじやから生まれた星のやのクレープでした。ところでインタビューをしているとこんな声が。結構おじやラーメン屋いっぱいあるんで。ラーメン屋さんも結構あると思います。おじやラーメン結構激戦なんですけど。そう、おじや駅とインターチェンジの間だけでもラーメン店が12もあるラーメン激戦区。中でも最も声が多かったのは、京店っていうラーメン屋が自分は好きです。つけ麺がちょっと有名です。京店、娘がそこのつけ麺が美味しいって言ってます。早速行ってきました。牛ち麺どころ京店。平日正午前でも満席になる人気ぶり。ここのラーメン、どんなところが美味しいんですか？麺もちもちして美味しいです。最高に美味しいです。噛み応えが、コシがあって美味しいんですね。どうやら麺が人気のようです。つけ麺1人前の並盛りでもなんと 300g。その麺をダイレクトに味わえるつけ麺が第2位。煮干しと昆布が効いたスープ、私もつけ麺をいただきました。すごい歯ごたえ、コシ、食べ応え、歯触り、いいですね。もっちもち麺の秘密はスピーディーな湯切りにあり。20年近く店舗をやっているご主人の軽快なステップ。滑らせるように手早く湯切りをすることで角張った麺の食感が残りやすいんだそうです。ちなみに丼はお肉で埋め尽くされています。2種類のチャーシューと角煮、お肉のトリプルスリーがおじやの人の心を離しません。第2位は麺にこだわり、京店のつけ麺がランクイン。おじや市の熱愛グルメランキング、栄えある第1位はこのグルメでした。それはやっぱりお蕎麦でしょう。やっぱりおじやだとお蕎麦ですね。おじやに独特なね、へぎそばというね、あのおそばがある。おじや市の熱愛グルメ、堂々の第1位はやっぱりこれ、伝統のへぎそば。名店揃いが多いおじやのそば屋さんの中で特に声が多かったのは、綿屋さんによく行きます。綿屋さんと綿屋さんとと綿屋さんの、はい、生そばは絶品です。創業100年、へぎそばの代表格ともいえる老舗綿屋。青森県産のふのりをつなぎに使ったこだわりの自家製麺。香り高く喉越しがいいのが最大の特徴です。へぎに盛られた様はまさに芸術品。美味しいね。ね、ツルツルしてね、コシがあって食べ慣れてる味なので、はい、安心するというか、はい、ほっとします。しかし、そもそもなぜおじやではこれほどへぎそばが愛されているんでしょうか？へぎそばはですね、江戸時代から晴れの日に出前でおそばを取り寄せて振る舞うとか、そういったようなことがもう非常に根付いておりまして、おじやの皆様には愛されている食べ物だと思っております。おじやの人にとってそばは晴れの日には欠かせない料理。これは江戸時代に書かれた掛け軸で、おじやでの宴会を描いているんですが、円卓の中心にはしっかりとそばが置かれています。そんな昔からの風習が根付き、特別な日にそばを出前で頼む人が多いんだとか。この日出前を頼んだのは市内にお住まいのバンさん親子。いただきます。いただきます。この日は娘さんの運動会終わりの特別な日、頑張ったご褒美にへぎそばを注文。
娘さんもへぎそば大好きっ子なんだとか。天ぷらもつけてお昼からちょっと贅沢にお祝い。学校行事のイベントの後はおそば屋さんに行ったり出前したりすることが多いよね。そうやってみるとね、みんなが集まってちょっとした時ということで、丸鳥探検部の調査報告。落合市はお祭りに欠かせない大だらみ、市民を元気にさせるクレープ、晴れの日に集まって食べるへぎそばなど、食でみんながハッピーになるデリシャスタウンでした。